エパミナンダス。あるところにエパピナンダスという男の子がいました。エパミナンダスは毎日のようにおばさんの家に行きました。するとおばさんはそのたんびに「お母さんにお土産ですよ」と言って何かくれました。ある日、エパミナンダスがおばさんの家に行くと、おばさんは大きなケーキを一切れくれました。黄色くってふわふわしていておいしそうなケーキでした。エパミナンダスはそのケーキを指でぎゅっと握りしめて家へ持って帰りました。すると家に着いた時にはケーキはどこへやら指の間に少しくずがくっついているだけでした。お母さんがそれを見て、エパミナンダス、お前、指に何くっつけてるんだね？と聞きました。ケーキだよ、おっかちゃん。とエパミナンダスは答えました。ケーキだって？エパミナンダスや、お前はまあ、頭がないね。ケーキをそんな風に持ってきちゃダメじゃないか。ケーキをもらったらね、きれいな葉っぱに包んで、それを帽子ん中へ入れて、それからその帽子を頭の上に乗っけて、そーっと歩いて帰ってくるもんだ。わかったかい、エパミナンダス。わかったよ、おっかちゃん。と、エパミナンダスは言いました。次の日も、エパミナンダスはおばさんの家へ行きました。するとおばさんはお母さんに届けるようにと言って出来たてのバターを1ポンドくれました。黄色くてツヤツヤしていてとろけそうなバターでした。エパミナンダスはそれをきれいな葉っぱに包み帽子の中へ入れて、その帽子を頭の上に乗せてそーっと歩いて家に帰りました。その日はとても暑い日でした。エパミナンダスがまだいくらもいかないうちにバターが溶け始めました。バターは溶けて溶けて溶けて、エパミナンダスの額にも耳の後ろにも首筋にも垂れてきました。うちに着いた時にはエパミナンダスはバターだらけになっていました。お母さんがそれを見て、あんれまあ、エパミナンダス、一体お前、帽子ん中に何を入れたんだね？と聞きました。バターだよ、おっかちゃん。おばさんがくれたんだ。とエパミナンダスは言いました。バターだって？エパミナンダス、お前は本当にまあ、頭がないね。そんなことしたらバターがダメになっちまうことぐらいわからないのかい。バターをもらったらね、きれいな葉っぱに包んで、小川へ持って行って、水ん中へつけて冷やし、水ん中へつけて冷やし、水ん中へつけて冷やしてから、そーっと手にのせて、持って帰ってくるもんだ。わかったかい、エパミナンダス。わかったよ、おっかちゃん。と、エパミナンダスは言いました。それからしばらくして、エパミナンダスはまたおばさんのところに行きました。するとおばさんは、今度は生まれたばかりのかわいい子犬をくれました。エパミナンダスはその子犬をきれいな葉っぱに包んで、小川に持って行き、水ん中へつけて冷やし、水ん中へつけて冷やし、水ん中へつけて冷やしてから、そーっと手にのせて持って帰りました。かわいそうに、うちに着いた時には子犬はもう半分死にかけていました。お母さんはそれを見て、エパミナンダスや、お前そこへ何をもらってきたんだね？と聞きました。子犬だよ、おっかちゃん。とエパミナンダスは答えました。子犬だと？やれやれ、エパミナンダス、お前は本当に頭がないね。
子犬をそんなにして連れてくるって方があるかね。子犬をもらったらね、子犬を地面に置いて長い紐を持ってきて、一方の端を子犬の首に結びつけて、自分がもう一方の端を持って引っ張ってくるもんだ。あ、そうか、わかったよ、おっかちゃん、とエパミナンダスは言いました。その次の日、エパミナンダスはまたおばさんの家に行きました。するとおばさんはお母さんにお土産だよと言って焼きたてのパンを一本くれました。こんがりときつね色に焼けたおいしそうなパンでした。さて、エパミナンダスは早速パンを地面に置き、長い紐を持ってきて、一方の端をパンにくくりつけました。それから紐のもう一方の端を持って、ずる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 パンを引きずりながら家に帰りました。家に着くと紐の端には何やら汚いものがぶら下がっているだけでしたが、お母さんがそれを見て、エパミナンダス、お前その紐の端に何をぶら下げているんだね、と聞きました。パンだよ、おっかちゃん、おばさんがくれたんだ、とエパミナンダスは言いました。パン、とお母さんは叫びました。エパミナンダスや、エパミナンダスや、お前はまあ本当に頭がないね。お前の頭は生まれた時から空っぽで、これから先も死ぬまで空っぽに違いないよ。あたしゃもうお前に何を言うのもやめたよ。その代わりもうおばさん家に行ってもらうのはよしにするからね。これからは私が自分で行くよ。あ、そうだ、最後にもう一つだけ言っとくことがあるよ、エパミナンダス。そこの戸口のところにパイが6つあるだろ。さっき私が焼いて今冷ますためにそうやって並べてあるんだよ。言っとくけどね、エパミナンダス、パイの上を通るときには足の踏み場によく気をつけておくれ。わかったね、エパミナンダス。うん、わかったよ、おっかちゃん、とエパミナンダスが言いました。それからエパミナンダスのお母さんは帽子をかぶり、肩掛けをし、かごを下げておばさんのところへ出かけました。6つのパイは戸口のところに一列に並んでだんだんに冷えていました。そこでです、エパミナンダスはパイの上を通るとき足の踏み場に気をつけましたよ。気をつけましたとも、エパミナンダスは一つ一つのパイのまあ真ん中を踏んで歩きましたとさ。おしまい。